こんにちは。今回は、舞姫大学のなみさんの方からね、NFT の購入についてのご案内がございました。動画概要欄に貼っておきますけども、これはですね、私がよく、ライブ放送などで、ズームライブ対談などでお話している、体の枝のステーキングプール、こちらの方を運営しているリピさんですね。リピさんが、今回 NFT の販売をされるということで、まあ、詳細はね、 動画概要欄なりそれからリピさんのサイトなりをご覧いただきたいんですけども,でもこれはチャンスかなというふうに思います、まあ、というのがね NFT ってこの前もあのゲームのなんか NFT で770億円だかなんかハッキングを受けてねいわゆる多くの投資家さんが損しちゃったということになりますけどもただ基本的にはね新しく出てきた概念にはこういうのって入ってくるんですよで今回それなのになんでね危険な NFT を進めるのかっていうと 理由は一つ,つはリピさんが信頼できる方であるというふうに私が思うからなんですよねだから同じようにじゃあ久保さんが言うんだったらまあ信頼してもいいかなと思う方はちょっとリピさんのね、えー、お話を聞いてもいいんじゃないかなと思うことが一つもう一つはですね 1A だから NFT の購入ができますんで 1A を購入してそれを リピさんのステーキングプールにお預けして NFT の購入の権利をそれで取れるわけなんですよね。で、あとは NFT 購入に際して本当に自分がね余剰資金でそれが買えるのか、それともちょっと余剰資金とは言えないような金額だからやめとこうかなっていう判断ができるかどうかですよね。これが二つ目の私の考えですね。まあ、ですんで NFT を買いましょうっていうね言われたから買うみたいなことやめてくださいね。うん、とりあえずは 情報としては NFT は優しく購入できますよっていう入り口を設けましたあとはですねどのようにするかは一人一人が決めるわけなんですよ例えて言うと私がね美味しいラーメン屋をここにあるよって勧めたじゃないですかだから絶対食べろって話じゃないんですよもしくはラーメンを食べろって話じゃないんですよまあ美味しいラーメン屋があるって言ったけども私はちょっとね考えとくわみたいなお腹いっぱいだわっていうのもあると思いますしラーメン好きじゃないんだよねみたいな感じで別のものを食べるかもしれません そして、ヨシンバ、そのラーメン屋に行ったにしても、いや、ラーメン久保さん美味しいって言ったけど、餃子の方が良さそうだから餃子買おうかな、みたいなことにもなるかもしれないですよ。それはもう、それぞれの選択ですから。ね。ちょっとね、お腹がすくった声をしちゃったんで、お腹すきましたね。<laughs> まあ、NFT ってのは新しい概念ですから、本当にね、ICO の時に痛い目を見た方、ね、繰り返さないように、ネットワークビジネスで痛い目を見た方もいると思いますけども、あれは常にですね、その商品をどう扱っていくかっていう自分の問題なんですよ。 うん、だからそのビジネスで成功する人成功しない人両方いるんですよねでしかも成功する人はどんなビジネスでも一部なんですよでビジネスで成功を目指すってことはその一部の人になろうとしてるってことなんで慎重と大胆さが同時に同居してないといけないんですよねであと運の良さですか、うん、であとは自分の選択でできるとしたら誰からそれを手に入れるかってことなんですよねそれに関しましては私の情報からリピさんっていうふうなね あのおつなぎはできますけどもあとはそれぞれの判断と力量になってきますまあビジネスセンスが磨かれていれば磨かれているほど失敗の可能性は低くなりますけども何かに依存して、まあ、何かにね完全に丸投げしてっていうことにはなりませんやっぱり自分が選ぶ目があるのか扱える力量があるのかこれがもう全てでございますんで用心の上に用心して NFT の購入もご検討ください私はね検討中でどうしようかなと迷ってるところでございます でですので私は購入してませんのでねそれも一つのヒントにしてくださいこれからねリピさんとお話をしながら場合によってはズーム対談をしながらそしてナミさんともねいろいろとお,お話をお伺いながら NFT の可能性とかにね胸を膨らましてそしてちょろっと余剰資金を割いていこうかなっていう気持ちは満々でございますそして買うなら私はリピさんからと思ってますんできっとですねそれも決断の一つの材料になるんではないかなと思います まあ、くれぐれも言いますけども、私が言ったからね、買う、買わないっていう話じゃないですからね、それはもう皆さんご自身でご判断くださいということでございます。ナミさん、情報をお寄せいただきましてありがとうございました。それでは、動画概要欄からナミさんの動画、チェックしてください。